取り急ぎアソート情報が欲しい人へ先に出しときますね。9割の視聴者がチャンネル登録してくれてないんで。うぷ主はコアナ鉄オタではないので、知見も浅く。にわかな知識だけではオワコン化に向かう。良いコンテンツというのは、視聴者さんの支持力がなければ自然衰退していくんだと思います。拙い動画ではありますが、応援してもいいよという人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。皆様のレスポンスをいただけるとうぷ主もやる気を出しますわよ。ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、秋です。カププラ新作美貌です。欠かせずプラレール SL たちと行こう日本の旅編。日本の観光地を走る SL や観光列車のアソート。注目は、新規造形モデルの SL 人吉号。SL ファンにも嬉しいラインナップです。ラインナップ&アンボクシング。アソート比率は個人で購入した結果で、SNS を参照すると異なる場合もあるようです。8620系蒸気機関車 SL 人吉号。全枚車。今回の目玉アイテムです。愛称86。ヘッドマーク586545は、印刷で再現。フロント窓枠はシールです。レトロ感がたまりません。大正時代の機関車です。586545機は、営業運転している機関車として、日本最古の蒸気機関車です。来年退役するよ。同淡水車と直線レール。86テンダー。塗装は成形色のままです。586545の番号も印刷されています。テンダーだけダブルと残念な気分になりますね。そこがガチャだよ。車輪がちっちゃくて可愛いです。改造にも有用できそうですな。そこはマニアだお。実機の車輪はハイテク化されているそうですよ。同客車と曲線レール。50系。今回のレア枠です。交尾車は、50系客車を改造した展望車になってます。クリアパーツ仕様で、窓枠もリアルデフォルメで良い感じです。印刷も丁寧ですね。うぷ主は機関車シリーズをたくさん出してほしいです。タカラトミーさん、よろしく。SL アソボーイのウエスタン風客車も出してほしいですね。リペイントしなよ。SL 大樹全枚車。2020年黒金の有志編で登場しました。今回は東武鉄道が2種選ばれています。前回と同様、ヘッドマークはシールです。晴れよ。機関車トーマス号と並べて飾りたいですね。トーマスはカププラになってるので、大井川鉄道 SL マンのリペイントはいかがでしょうか。スターライトアンパンチ。同車小車と直線レール。自動列車停止装置、東武型 ATS 搭載、SL の次に連結されます。印刷は省略されているようです。こちらヨノ8634、ヨノ8709どっちですか？同客車青と曲線レール。丁寧に作り込まれた客車です。黒金の有志編ではダブりましたが、今回は少なめです。ところで BE10 系の体重ってカププラになってましたっけ？うぷ主は機関車を補佐するディーゼルが欲しくなってきました。ディーゼルをモーター車にしてくれたら、汽車を押せていいんですけどね。タカラトミーさんよろしく。JR 九州787系特急電車、全枚車。2021年ぐるっと南国列車の旅編で登場しました。こちらも印刷が綺麗です。塗装は2色のメタリックで塗り分けられています。今回、全枚先頭車の出現率が意外と高いです。なんでだ。同中間車と曲線レール。787系電車は、九州旅客鉄道の交流特急系電車です。これって特急ツバメになるんですかね？鉄オタ処刑の皆さん教えてください。同交尾車と曲線レール。今回、全枚なし交尾車の方がアソート率低いです。なんでだ。なんでですかね。価格の値上がりに伴い、作り込みを丁寧にすることで、高級志向にシフトした感があります。鉄道模型だお。バンダイのガチャも高級志向に向かってますが、コンテンツ存続のためにメーカー側も努力してるんでしょうね。日光モーデスペーシア全枚車。2016年一緒に遊ぼう車両基地編第2弾で登場。ラインの印刷も美しいです。鬼怒川温泉に行きたいよ。
日光のモヤモヤしたところに行きたい。道中感謝と曲線レール。東武鉄道の日光東照宮400年式年大祭記念の金色バージョンです。300円に値上がりはしましたが、クオリティを維持した魅力的な車両が多いですね。同行美車と曲線レール。こちらもゼンマイなしの方がアソート率が低いです。たまたまかもしれません。全体的に交尾車が出にくいという変則的なアソートでした。他にリサーチされた処刑がいらしたらご指摘ください。ストラクチャーはいつもの再販なので省略していいっすかね。大転車台、大鉄橋緑、田舎の駅、車庫と直線レール。世界観にマッチした4種をセレクト。伝聞以上、全16種類。586号4号機は、営業運転している機関車として、日本最古の蒸気機関車です。1922年日立製作所笠戸工場で製造され、長崎本線で使用開始。1975年、53年間活躍の後、廃車となる。人吉鉄道記念館にて生態保存される。1987年 SL 復活プロジェクト発足。大掛かりな修繕作業が開始される。1988年放置本線 SL 阿蘇防衛として爆誕。2005年、老朽化により運用から離脱。再び生態保存が検討されます。2007年、日立製作所より製造時の図面が発見される。大枠の心臓、パーツの新規交換により修復。2009年 SL 人吉として、再び復活を遂げる。便乗してプラレールも発売される。数々のイベントで活躍、現在でも大人気の86。そして来年の2024年3月、老朽化のため退役予定。一世紀も活躍した蒸気機関車って偉いね。歴史を振り返り、携わった人たちの思いや情熱を想像すると、感慨深いです。お疲れ様です。